エバー航空に乗ってインドネシアのバリに向かいたいと思います。で今回乗り換えがですね17時間あります。台湾には入国せず空港で一夜を明かしてインドネシアのバリに向かいたいと思います。めちゃ美味しそうだね。味できなくて、割とちょっとできないんですね。どこさん。こういう感じか。あれでもトランスファーとオールエバーフライトだからここでいいんじゃない。とりあえず。エバ航空のラウンジは4つ、ガーデン、インフィニティ、スター、クラブっていう4つあって、グレードによって変わってきます。Can we use shower? Vietnamese standby is occupied, so both of the shower. ハゲになっちゃった。うん、これは大変だ。4つなんですね。ラウンジが11時半に閉まるので、どこかで横になって寝ようかなと思います。ということで、無事寝床を見つけました。おそらくここなら寝てるのは何も言われないと思うんで、6時間寝て、はい、おはようございます。5時45分マッサージチェアは選択としては失敗。エバ航空のスターラウンジが飽きたので、オレンタルクラブラウンジに行ってみたいと思います。なんとジムもあるんですね。インドネシアに入国するためには2つ必要なものがあります。バリっぽいね。はい、ということで、無事入国できました。まさかの税関申告の登録をネットで多分僕やってなくて。はい、どうも皆さんこんにちは、トモです。私は今成田空港の第一ターミナルに来ております。今日はこれからエバー航空に乗ってインドネシアのバリに向かいたいと思います。はい、でエバー航空なんでインドネシア直行便ではなくて台湾乗り換えになります。で今回乗り換えがですね台湾の桃園空港なんですけれども17時間あります。出発がお昼の2時なんですけれども到着が5時頃になります。台湾に5時頃着いて次の出発インドネシア行きのがですねなんと翌日の朝10時になります。なので17時間ほど乗り換えがあるんですけれども、台湾には入国せず空港で一夜を明かしてインドネシアのバリに向かいたいと思います。ではですね、今時刻が12時前になりまして、チェックインが始まっているので、これからチェックインをして、まずは ANA ラウンジの方に向かっていきたいと思います。これ、ほら、台北。1時間遅れてるね。めっちゃ混んでるね。はい、すいません。はい、はい、大丈夫です。電車で行きで間違いないですよね。電車、はい、で入国するためのビザは到着してから取ってます。先に出ました。中に入ってた。あ、こっちビザの情報端末に登録しますので少々お待ちください。内持ち込みの手荷物で大きいものとかありますよね、はいはい、ありがとうございます。で本日の台北行きの搭乗券と電波され行きの搭乗券でございます、はい、本日台北行き1時間ほどディレイしております。搭乗口36番搭乗開始時間2時40分でございます。でお二人あのゴールドガイ様ですのでランジをご利用いただけまして、ANA ランジと成田トラブランジ両方ご利用いただけますので、成田トラブランジの際はこちらのランジパスご提示お願いいたします。ありがとうございます。さあさあ、ではチェックインできたんで、ちょっと並んでたんで時間がかかりましたけど、チェックインできたんで今度は保安検査追加して出国していきたいと思います。出発が2時なんですけれど1時間ほど遅れて3時頃の出発になるみたいです。まあラウンジでご飯食べれる時間が長くなるからラッキーっちゃラッキーだけど、カレー食べたいもんね。今日は何も食べてない朝から何も食べてない、うん、ビールだね、もう12時だ。
あのね、奥のあのゴールドトラックから行けるから、あっちは空いてる、あっちは空いてると思う。じゃあちょっとワン検査通過して遅刻していきたいと思います。はい、ということで、保安検査と出国を終えてチェインエリアにやってきました。ちょうど今お正月なんですけれど、到着は多いみたいですが出発は空いてたんで、特に保安検査とか出国審査はそんなに並ばなかったですね。でチェックインの時にはインドネシアのビザだったり一通り確認されて端末に登録されました。なんでちょっと時間がかかりましたけど、まあ、インドネシアに着くのは明日になるので今日はこのまんま台湾に行って桃園空港で夜を明かすことになります。特にトランジットホテルとかも取ってないので本当にこういったところとかで時間を潰して夜を明かすっていうことになりそうです。大丈夫そう、うん、帰りはちょっと寝床を見つけギリギリまでラウンジいて、そうだね、でラウンジ使えるんですけど24時間営業今してないみたいなんで11時ぐらいに閉まっちゃうんで、ちょっとそれまでにラウンジでゆっくりしてシャワー浴びてで寝床を探すということをしたいと思います。帰りは台湾に入国しようと思ってるんですけれど、行きはもう入国せずに、乗りと勢いで空港で17時間過ごしたいと思います。じゃあ ANA ラウンジが近くなってきたんで ANA ラウンジに行ってカレーを食べたいと思います。あ、すいません、はい、お願いします。はい、あー、じゃあもーす、タレの匂いするね、こっち奥もあるけど多分向こうが開けてないかも、敷いてる、全然この間の反応と全然違うね。あ、閉じてるわ、ここにしよう。カレーですか。カレーです。また麺食べようかな。ラーメンとうどん。ラーメン美味しかった。ラーメン美味しかったね。ポテトが。まあなくていいや。これも美味しそう。これ何？台湾風ルーロー焼きそば。めっちゃ美味しそうだね。めっちゃ美味しそうだね。ちょっとだけ持ってってみる。しかも出来たてじゃん多分。持ってきてたよね。こっちにはオレンジ色がいる。わ、食いしん坊だね。これはシェア味。え？それはシェア味。で今回エバー航空ですけど、ラウンジは成田トラベラウンジも使うことができるみたいです。まあ、こういったラウンジ使えますよっていうラウンジ利用券をチェックインした際に渡されました、まあ、どちらも使えるんでどっちでも好きな方を使ってくださいって言われたんですけど、まあ、ちょっとやっぱり ANA カレーが食べたかったんで ANA ラウンジに来たっていう感じですね。この下を抜けていけるんだけど、地下をお店がないんだよね。からちょっと大回りだけど普通に歩いてみる。36、まあでもそんな変わんないんじゃない。ピカピピカ、この距離くらいでしょ、うん、いいよ。じゃあこっち行ってみよう。はい、ということで、ラウンジを出て今ゲートの方に歩いてきてます。あと20分ほどでボーディングが始まるので、まあ、いい時間になりました。3時にフライトが遅れて1時間遅れて出発になります。で見えてきましたね、エバー航空の尾翼が、うん、
初エバー航空。初エバー航空。わかんない。台湾の行った時にあれ見たのかな。じゃあまあ1時間遅れですけれど、次のフライトが明日の朝10時なんで、あと 5、6時間遅れてもらっても構わないんだけど。確かにシャワー浴びれなくなっちゃう。シャワー浴びれなくて、うん。割とちょっとふーできないんでね、どこさ。確かにそれは嫌だね。じゃあ、ゲートの方にもう着くんですけれど、この後登場していきたいと思います。はい、ということで、ゲートにやってきました。結構たくさん人がいて混んでそうですね。あとまあ10分ぐらいで登場できるということなので、このまま待って登場していきたいと思います。どうやらまたここから搭乗が遅れるみたいですね。機内準備に時間がかかってるっていうことなんで、まああと10分15分ぐらいでまあ乗れるかなと思いますけど、もう少しここで待ちたいと思います。各位旅客请注意，依台湾民航局与日本国土交通省规定，国际航班实施护照及登机证检查。登机时请委托护照及登机证，并显著将护照翻开至有效面的页面，以节省登机时间。谢谢您的合作。36点。アップグレードポイントも残ってるから、とても使えるはずなんだよね。多分。サマーカラーって言われてる。Hey, this is my style. A. はい、ということで登場しました。やっぱりめちゃくちゃ混んでますね。ほぼほぼ満席で、3列シートの通路側も全部埋まっている感じなので、まあ、お正月日本で過ごして台湾に戻るみたいな人たちが多いのかなと思います。ちなみに今時刻が3時回ってまして、1時間今遅れという感じですね。まだ搭乗してるんで、ここからまだあと30分ぐらいは離陸まで時間がかかるかなと思います。なので到着は夜の6時半くらい、まあ、入国はしないんで7時ぐらいですかね。7時ぐらいには桃園空港の、まあ、ラウンジとかトランジットの保安検査場を通過できるかなというふうに思います。で、今日の飛行機は787ですね。787の旧ドリームライナーです。3列3列3列なんで2通路の787の中では大きい方の機材になります。で、エバー航空のエコノミークラスはですね、まあ、至って普通なエコノミークラスになります。機内紙はなくて全部ネットで QR コード読み取ってやりましょうっていう感じですね。っていう感じで、ここはテーブルで、あとはイヤホンと USB です。まだ映像はつかないですね。まあ、それくらいで特に変わった感じはないです。あとは毛布ですね。毛布とこれの他にあと枕があります。まあ、それくらいですかね。で、毛布は袋に入ってますけど、枕は直接頭上の荷物入れに入ってるんで、あんまり正直綺麗じゃないと思います。まあ、毛布はビニールで、おそらく、まあ、クリーニングされたものだと思うんですけど、枕はそのまま放置されている可能性がちょっとありそうですね。
で、まあ、今機内はめちゃめちゃ暑いんですけれど、まあ、これは APU しか使ってないんで、補助エンジンですね、補助エンジンしか使って発電してないんで、エアコンを使わずに送風運転みたいな形になってるからですね、もうちょっとしたら動き出すと思うんで、主エンジンが動けば、まあ、涼しくなる、もしくは多分寒くなると思います。最低ファウル国際空港にご利用いただきまして誠にありがとうございます。まもなくこの飛行機の非常用席でお願いいたします。皆様の安全のためしばらくの間前方の席にご注目ください。石垣の先になるので、台湾は比較的近場の海外というところになるかなと思います。ではちょっとエバコープのエコノミークラスのトイレの紹介なんですけれども、至って普通なエコノミークラスのトイレというような感じになっています。ハンドソープとアルコールのジェル、あとは匂いのミスト、消臭スプレー的な匂いのミストですね。あとはこっちが乳液、ハンドクリームみたいなものになっています。エバコープ独特の爽やかなフレグランスの匂いがするものになっています。あと紙コップとタオルペーパーと普通のティッシュコップというような感じですね。ではこの後ご飯になるので席に戻ってご飯を食べたいと思います。
酒、ビール、ソフトドリンク、トマトジュース、パイナップルジュース、クランベリー、本当だね、カルピス、お茶、コーヒー。あたりで沖縄まではまだ行ってないという感じですね。1時間半ぐらいで到着になるみたいです。外もですね、だいぶ日が暮れてきまして、夕日が綺麗な感じになってきてます。もうちょっとしたら完全に日が落ちそうですね、この感じ。もう少し機内で、ゆっくりしたいと思います。午後6時10分、18時10分頃の予定となります。到着します。
ということで、台湾桃園空港に到着しました。結局1時間半ぐらい遅れてですね、今6時半になるところです。これから飛行機を降りていくんですけど、まあ、ちょっと喉に座ってるんで降りるには時間がかかりそうですね。降りた後は、台湾に入国せずにまた乗り継ぎで、インドネシアに向かうことになるので、このまま乗り継ぎカウンターに向かって、行きたいと思います。はい、ということで、今飛行機を降りてきました。駐機場に止まってからなんか5分か10分ぐらい結構長く止まっていたんで、降りるのにちょっと時間かかったっていう感じですね。で、豚熱の感染を防ぐためにですね、降りた時に、これですね、このカードを取ってくださいってことなんで取りました。何かっていうと、豚熱が感染しているエリアから入国したわけじゃないですよ、台湾にやってきたわけじゃないですよっていうのを確認するために、グリーンなんで問題ないんですけれど、取ってくださいねっていうことだったんで、これを取りました。ちょっとトランスファーで必要かどうかは分かってないんですけれど、まあなんか一応言われたら取ったっていう感じになります。じゃあ、このままですね、今度はトランスファー乗り継ぎになるので、乗り継ぎカウンターに向かって、出発エリアにまた行きたいと思います。出発エリアに行った後はラウンジですね、ラウンジに行って、まあ、ちょっとあんまお腹空いてないですけど晩ご飯を食べて、シャワーを浴びて寝床を探したいと思います。トランスファー2つある、右と左どっちだと思う？チケットには書いてないね。からトランスファーカウンターの案内を見よう。あれでもトランスファートゥーオールエバーフライトだからここでいいんじゃない、とりあえず。とりあえず行ってみよう。あれあれあれあっち側のに直接行けってことね、多分。え、今度はいるんだ。あ、こっち行ってくれ。あれ、なんか。はい、ということで今保安検査を終えて出国後エリアに、やってきました。免税店があるエリアですね。今時刻がですね、7時を回ったところになるんですけれども、フライトが明日の朝なんで一旦ラウンジに行ってシャワーを浴びたいと思います。でシャワーを浴びて、でラウンジがどうも11時に閉まるみたいなんで、またラウンジを出てどこかで寝ると、上かな、どこかで寝るというような、感じになります。ちょうどなんかこうバブリーなところですけど、でエバ航空のラウンジは4つあるみたいです。ガーデン、インフィニティ、スター、クラブっていう4つあって、グレードによって変わってきます。はい、ありました、ありました。これですね、エバ航空ガーデン、インフィニティ、スター、クラブっていう4つあって、ガーデンはエバ航空の上級会員が使えるラウンジになります。インフィニティはファーストクラス、ビジネスクラスの人が使うラウンジで、ザ・スターっていうやつがスターアライアンスのゴールドメンバー、エコノミーのスターアライアンスのゴールドメンバーはこのザ・スターっていうラウンジになります。でザ・クラブは、スターアライアンスのシルバーメンバーが使うことができるラウンジになっています。この4つのラウンジがエバ航空のラウンジであります。あとスターアライアンス系列だとシンガポール航空のラウンジ、シルバークリスラウンジあります。でこれも一応なんか使えるっていう風にまあまあ書いてあったんですけれど、これは以前使ったことがあるので、今回はエバー航空のザ・スターを使ってみたいと思います。その他にもプライオリティパスで使えるオリエンタルクラブラウンジっていうのもまああったりします。これちょっと使ってもいいんですけれど、まあ、今回は一旦エバー航空のラウンジ使いたいなと思います。この第2ターミナルのこのフロアはですね、ラウンジが集まってるところになります。左側にあとは
こっちにもフードコートもあるんですけれど、その周辺にいろんな航空会社のラウンジが集まってるっていう感じになります。でエバー航空のラウンジがあの右側になります。でこの奥正面がオリエンタルクラブラウンジになります。プライオリティパスで使えるやつですね。でシンガポール航空のラウンジが左になるんですけれど、多分こっちのエリア結構閉まってるんで、こっちはおそらくもしかしたらやってないんじゃないのかなと思います。じゃあちょっとこのザ・スターっていうところに行きたいと思います。シャワー先浴びる？シャワー浴びたいな。浴びてちょっと休憩して、まだお腹空いてないから。 OK、 じゃあ先にシャワー浴びましょう。ちょっと混んでるかもしれないけどね、シャワーが。あー、ちょうど夜だから。で、めっちゃ30分ぐらいあるんですかね、うん、確かに。で今回エバー航空で投資で、インドネシアまで取ってるんで、バリまで取ってるんで、荷物は、ここではピックアップせずに、このまま、一晩17時間あるんですけれど、荷物はピックアップせずに、この制限エリア内で過ごす感じになります。ここかな、スター。あ、書いてる書いてる。ザ・ガーデンがダイヤモンドカード。これはファーストクラス乗ったとしても、インフィニティマイレージ、エバー航空のマイレージクラブのダイヤモンド会員しか使うことができないです。でこのインフィニティっていうのがファーストクラスとかあったり、ビジネスクラスが使えるラウンジになります。でザ・スターっていうのがスターアライアンスゴールドと、エバ航空のいわゆるプラチナ会員が使えるラウンジになってます。でクラブっていうスターアライアンスのシルバー会員でも使えるラウンジは左の奥ですね、この奥に向こう側にあります。じゃあちょっとこのラウンジに入っていきたいと思います。ハロー。 Your flight is tomorrow. Yes. So this lounge is not 24 hours. So we will close around 11:30. And we will reopen tomorrow around 4:30 a.m. So you can come back tomorrow. Okay. And you can leave before 11:30. Okay. Thank you. Thank you.スタン、あちらに行くんですかね。味を起こすの4時半だね。最悪今入れなかったらシャワー4時半に入れない。そうだね。シャワーちょっと見てて、なんて書いてある？カウンターに行って、誰かに先に行っちゃう。あと。Can we use shower? Sure. Yes. My name is standby. It's occupied. So both of you need a shower? Yes, both. So I need a boarding pass or keep here. Mm-hmm. And this for you. Mm-hmm. When this vibrates, come back, please, we'll give you the key. Okay. And when you finish using, please take the key back to our counter. We'll return your boarding pass. All right. Thank you. 何組くらいいたんだろう。奥まだ広そうだよ。うん、そうだね。あの奥の角とかな。持っていくしかないね。そうだね。角角しくなかった。あそこでもコンセントなさそうだ。ここはあるけど、ここにする？はい、ということで、今エバー航空のラウンジに入りました。4つあるうちのスターというラウンジですね、スターアライアンスゴールドのお人が入れるラウンジはスターというラウンジになります。でラウンジ自体は11時半までみたいです、昔は24時間営業していたみたいなんですけれども、今は11時半までの営業になっているようです。で朝は4時半からということなんで、まあ、11時半から4時半の5時間だけラウンジを出てくださいねというようなことを受付で言われました。なので、まあ、11時半が近くなってきたらラウンジを出てどっかで横になって寝ようかなというふうに思います。でシャワーも浴びたいので受付の方に行ったらですね、今いっぱいということなので、こういったバイブレーターを渡されました。でこのバイブレーターが鳴ったら次の順番ということのようです。
で、このバイブレーターと引き換えにチケットを渡してます。で、最後鍵を返却するタイミングで預けたチケットを返してもらえるというような形になっているので、鍵を返せば、チケットを最後返してもらうというような形になるようです。ではですね、次番号がいつ呼ばれるかわかんないんですけど、まあ、1番2番というような感じなんで、おそらくそんなに待たずにシャワーを浴びれるんじゃないのかなと思うので、少し、まあ、飲み物と飲みながら待ちたいと思います。ハーゲンダッツだったの、うん、これは大変だ。これは大変だね。ケーキとかヨーグルトとかもあった。うん、甘いもの多いんだね。甘いもの多い系か、うん、何やってんの、ん、すっぴんだから顔キモいから。じゃあちょっと呼ばれたんで受付に行ってシャワーを浴びたいと思います。ハロー、うわー、これカレンダー、うん、うん、多分なんか生クリームになる。 OK、 うん、 Thank you。 20分、20分は短いね。アメニティが何があるかね、多分さすがにナンバー3、4つなんだね。サニーズミュートしてるから早く入るね。はーい。今本当だ。はい、ということで、シャワールームにやってきました。20分なんで全然時間がないんで、ちょっと急いで浴びないといけないんですけれども、一応ですね、タオルとスリッパ、あとは歯ブラシ、ヘアブラシ、くしですね、これは。くし、シャワーキャップ、綿棒、コットン、あとはボディーローションがありますね。で、ドライヤーもあって、あと足拭きマット。で、シャワーの方にシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあるというような感じです。ではですね、あんまりちょっと時間がないので、急いでシャワーを浴びたいと思います。はい、ということで、シャワーを浴びて出てきました。20分ってめちゃめちゃ短かったです。短いね、うん、髪を乾かしたりするのに時間がかかっちゃうんで、女性の方とかだと結構忙しいかなというふうに思います。で、シャワー自体は一通りのアメニティは揃っているので、ロブスターのアメニティだったので、まあ、非常にいい香りでっていう感じですかね。で、まあ、化粧品系とかは持ってくる必要があるので、そこら辺だけ持ってくればタオルとかはあるので、まあ、快適にシャワーを浴びれるかなというふうに思います。で、まあ、このスターラウンジっていうのはスターライアンスのゴールドメンバーの方が利用するラウンジになるので、ビジネスクラスの方は向かいにあるインフィニティっていうラウンジになります。なので、まあ、ビジネスクラス利用される方はそちらのシャワーになりますし、今回はエバー航空のエコノミークラスでスターライアンスのゴールドメンバーということなんで、このスターというラウンジになっています。スターライアンスのゴールドメンバーのラウンジとかだとシャワーがないって言ったこともあるんですけど、このエバー航空のスターというラウンジはシャワーもあるので、長い乗り継ぎとか、まあ、夜の出発、深夜便とかでもシャワーを浴びて、快適にフライトができるかなという感じだと思います。ではですね、まあ、時間も今8時過ぎ、8時を回ったところなので、あとまあ14時間ぐらい乗り継ぎがあるんですけれども、ちょっとご飯を食べたり、飲み物飲んだりして、11時半の閉店の時間までラウンジに行って、どこか寝に行きたいなというふうに思います。エリンギ美味しい？エリンギ美味しいね。キノコ好きだもんね。うん、どんな味なの？何ベース？多分ね、普通にオリーブオイルで炒めてるだけ。へえ。ネギとハーゲンダッツとヨーグルトしかまだ食べてないな。そうだよね。 ANA ラウンジでさ、うん、お昼ご飯食べて、うん、機内でも機内食食べて、でまた食べるの、うん、ずっとお腹いっぱいだわ。ほんとほんとだね。一回もグーってなってない。不健康だよ。
不健康だね。老化が進んじゃうもんね。はい、ではですね、あれから2時間ぐらい経ちまして、今時間が11時前になります。ランジが11時半に閉まるので4時半までどこかで横になって寝ようかなと思います。ちょっとさっき免税店をうろちょろして見てる時に横になれそうな場所がいくつかあったんで、ちょっとそこら辺行ってみて、寒くなければそこら辺で、そのあたりで寝ようかなというふうに思います。じゃあちょっと下に降りていきたいと思います。地味に距離があるね。フライトは2時まであるみたいですね。あ、プラザプレミアムラウンジだ。あのプラザプレミアムラウンジが本当は24時間のその寝るエリアがあるんだけど、あの上の。じゃちょっとプラザプレミアムラウンジに行ってみますね。もともとは24時間使えるホテルみたいなプライベートスペースがあったんですけれど、あーダメだ、閉めてるね。やっぱり多分もう時間の問題ですよ。23時までって書いてある。あ、いっぱいなんだ。そうそう、ほら、ザホテルルーム、あ、フルブックって本当だ。あ、残念。あ、そこら辺で寝てる人もいるんだね。狭寝てる。私めっちゃ狭そうだ。残念でした。ダメでした。一応プラザプレミアムラウンジにはプライベートルームでベッドがある部屋があってですね、そこが予約できなかったんですけれど、突撃でなんとかなるかなと思ったんですが、ダメでした。いっぱいでした。ラウンジ自体も23時で閉まるみたいなので、やっぱりどっか探さなきゃいけないですね、旅行になれる場所が。なんか12時間利用でいくらみたいな感じなんだけど、11時までだと予約できて、12時になると予約できないやったから、23時で閉まるのかなと思ったんだけど、あそこには予約でいっぱいって書いてあったから、単純に聞かれるのがめんどくさいから予約でいっぱいって書いてあるのか、本当に予約でいっぱいなのかわかんないけど、こっちの方がやっぱ綺麗だね。どこに行くか。結構今端っこまで歩いてきたんですけど、案外ないですね。あったと思ったら人がいたりだとかね、結構夜みんなここら辺で夜を明かす人が多いんですかね。うん、結構歩いてきて今、あ、もうこっからこっちがターミナル1になるんだね。ほら見て、バスで来るようなとこだけど、今もうターミナル2とターミナル1の間まで歩いてきたんですけど、じゃあターミナル1このまま行ってみるか。なんかちょっと調べた感じ、さっき書いてたのターミナル1の方がソファー系が多いとは書いてあったけど、期待を込めて行ってみよう。マッサージチェア空いてないかな。ね、ほんとこっちは古いね。さあさあ、あれから5分くらい歩きまして、このもう第一ターミナルの端っこまでやってきました。さあ、マッサージチェアがあるみたいな。お、開いてるじゃん。マッサージチェアがあるということだったんで、こっちに来てみたら空いてますね。ここだけかな。え、あ、もともとは、あ、なんか休憩、体調不良の人が寝るようなスペースだね。うん、プールサイド。まあ、あと1個だけ。電源入れないとじゃない多分。ということで、無事寝床を見つけました。第一ターミナルの端っこにあるマッサージチェアの辺りですね。おそらくここなら寝てても何も言われないと思うんで、このままじゃあここで寝て、まあ、あと5時間くらいかな、5、6時間寝てまた第二ターミナルに戻ってラウンジの方に、行きたいと思います。それではまた明日。
はい、おはようございます。時刻がですね、朝の5時45分6時前になります。昨日夜寝床を探して第一ターミナルの果てまで歩いてきましたけど、マッサージチェアは選択としては失敗しましたね。あのマッサージチェアなんで、こう背中のところにマッサージする機械がボコッと出てて、妻の方はそのボコッと出てる方がものすごく形の悪いところで止まってたんで、すごく寝にくかったみたいで、ほぼほぼ寝れなかったみたいでした。あと思ったより結構寒くてですね、外の気温15度ぐらいあるらしいんですけれど、僕この T シャツとパーカーとスウェットだと寒すぎて、ウィンドブレーカーと、あとは万が一に持ってきてたアルミシート、非常の時とかに使うアルミの保温シートを持ってきてたんで、まあ、それを使ってやっと暖かくなったみたいな感じで、かなり寒かったんで、まあ、持ってきておいてよかったなっていう感じですね。もうちょっと暖かいかなとかはちょっと思ったんですけど、思ったより寒かったんで、まあ、寒さ対策しといて、まあ、よかったかなとは思います。あと選んだ場所も結構動く歩道の近くで、その機械がうるさかったりで、耳栓持ってきてたから僕は良かったんですけど、それも結構あって、あまり寝れなかったですかね。アルミシート偉大だね。うん、いや本当そうだよ。車にも積んでるし、あれ1枚で、まあ、アルミシートどんなのかっていうのは別の動画で、あの旅行にも使える非常用グッズ紹介みたいな動画作ってるんで、まあ、そっちを見ていただけたらと思うんですけれど、本当1枚あるだけでかなりあったかいんで、ぜひ皆さんも何かこう空港でトランジット、思いがけず寒いとか絶対あると思うんで、まあ、今回思いがけず寒いに結構近い状態でしたけど、ぜひ持っていっていただけたらと思います。本当1000円もしないので1枚だけだとしたらおすすめです。はい、じゃあ今歩いて第一ターミナルから今ちょうど第二ターミナルの方に戻ってきたんで、このまんままたエバー航空のスターラウンジの方に戻って、ちょっとまた休憩して、まあ、軽く飲み物と朝食食べて、顔洗ったり、朝の準備をして、フライト朝の10時なんであと4時間ぐらいですけれど、フライトを待ちたいと思います。オリエンタルクラブラウンジもあるのか、ちょっとあれでプライオリティバスで入れるんですか。あ、そうなんだ。うん、そっち行かなくて平気。そっち行く、秋田らにする。秋田らにしよう。こっちはなんて言ったってハーゲンダッツがあるか。すごいね。朝はないかも。さすがに今ちょっと暖かいティー飲みたい。寒いもんね。あ、めっちゃ混んでそう。モーニング。モーニング。搭乗券お願いします。はい。一緒。待って、搭乗アナウンスがない。搭乗時間注意してください。こちらどうぞ。ありがとうございます。メニュー変わってるね。朝ごはんっぽくなってるね。まずはでも。こっちも牛乳とコーンフレーク。まあでもこのくらいか。はい、ということで、今ラウンジに着きました。まあまあ人がいてですね、それなりに混んでるかなと思います。まあおそらく朝の出発便が、たくさんあると思うので、そういった方々が利用されてるかなと思います。で、まあ、受付の際に、ラウンジ内呼び出しはないということだったんで、電光掲示板後で確認して、ゲートの番号と、まあ、場所を確認しておきたいかなと思います。ちょっともし遠かったりしたら10分ぐらい歩くと思うので、まあそこら辺気にしつつ、まあ、1時間ぐらい前にはラウンジを出てゲートの方に向かっていきたいかなというふうには思ってます。でですね、隣にオリエンタルクラブラウンジというプライオリティパスで使えるラウンジもありまして、まあそちらもちょっとこの後もし行けたらどういった様子なのかっていうのをご紹介できたかなというふうに思います。ではですね、朝の準備をしてちょっとゆっくりしたいと思います。
はい、ではですね、今8時なんですけど、あと2時間ぐらい ありまして、エヴァ航空のスターラウンジが飽きたので、ちょっとオリエンタルクラブラウンジに行ってみたいと思います。プライオリティパスで使えるラウンジですね。調べた感じ、まあまあ綺麗そうで結構ゴージャスそうだったんで、ちょっとそっちのラウンジに行きたいと思います。オリエンタルクラブラウンジは後ろにスターラウンジ、ガーデンラウンジがあるんですけれど、その反対側ですね、フードコートがあって、この右側に曲がったところにあります、オリエンタルクラブラウンジ正面のところですね。でちょっとそっちに行って入ってみたいと思います。混んでるのかな、手続きだけか、団体層じゃん、団体層だね、ガラガラってわけではなさそうだけどって感じか。喋れるよね。チュチュリオね、台湾ってやっぱり。しかも普通に行く。ね。いい席あるかな。なんか打ち上げもいい。本当だ。あそこ行ってみる。窓際もある。ああ、眺めはいい？眺めは良くなさそう。まあ、とりあえず奥まで。なんだろうね、なんかヌードルっぽいものがあったり、あそこは使ってる、奥はその辺までかな、あ、まだあるんだ、あ、そっちの方はでも、あ、違うんじゃない、そっちの方、ちょカウンターアクセスか、あれ、あ、寝れるんだ、ここで。うーん。パッチリじゃん。行くか。これもう終わってんじゃない？微妙だね。どうだろう。荷物ないからいいじゃん。はい、ということで、オリエンタルクラブラウンジ入ってきました。プライオリティパスで3時間ですね、無料で使うことができます。で僕のプライオリティパスはラグジュアリーカードのプライオリティパスで、アメックスのプラチナのプライオリティパスは2人まで、本人プラス、付き添い人で無料で入れるんですけれども、僕のラグジュアリーカード、まあ、なかなか高い年会費払ってるんですけれど、まあ、1名までということなんで、妻は島の方のプライオリティパスを使って入りました。でこっちは結構まあ広くて、おしゃれな感じ、新しいですね、だいぶエヴァ航空のラウンジよりも新しい感じで、いい感じなので、ちょっと軽くなんか食べてゆっくりしたいなと思います。芋、本当だね、蒸した芋、あっちにもあったの、あっちにもあったね、あそこにもあるね、あれも芋だよね、じゃがいも、じゃがいも、こっちはこっちは飲み物とか、うん、まあ、料理は一緒とかでね、あ、クッキーあるじゃん、よかったね、あれこっちにもあるよ、サラダとかだ、一部まとめて欲しくない、餅みたいな、だね、オレンジジュース、お餅、コーンフレーク、フルーツとかか、うん、枝豆もある、野菜食べれてないから、枝豆は枝豆って言ってローマ字で書いてある、ハムサラダ、辛そうな枝豆だな、辛そうだね、うん、まあ、でも黒豆を煮たのもあるんだね、甘煮ってキャンディードって言うんだ、これ何だと思う、チーズじゃないの、いや違うわ、なんかカルココナッツ、あ、おー、
スライスドココナッツってね、確かにあれサメ、うん、こっちは何、ブロッコリーと味噌汁、へえ。注文して麺とかを頼むこともできるんですね。じゃあご飯を持ってきたんで軽く食べましょうか。僕はなんか好きなものだけを取ったらキッズプレーことになっちゃいました。サラダ、うん、健康的だね。クッキーか。奥にはシャワールーム、なんとジムもあるんですね。しかも血圧器まであるっていう、初めてですね、ラウンジにジムがあるのは。ということで、9時を回ったところになります。オリエンタルクラブラウンジの方がスターラウンジよりも綺麗ですね。よりもスターラウンジよりバリエーションがあって、個人的にはもしプライオリティパスあるならこっちのラウンジの方がおすすめかなというふうに思います。まあ、こっちちょっとシャワー使ってないんで、シャワーがどんな感じかっていうのはお伝えできてないんですけど、一応2つありそうでした。で、シャワーの隣にはですね、なんとランニングマシンとサイクリングマシン、あとは血圧の測定器があるというのを初めて見たパターンですけれども、まあ一応そういったランニングマシンもあると。で、奥にはある程度横になって寝れるソファーとかもあったりするので、プライオリティパスある人はこっちを使うのがいいかなと思います。難点としては、有料でも入ることはできるんですけれども、1,300台湾ドルというところで、まあ、有料で入るにはちょっと高いかなというふうには思いますけれども、もしプライオリティパスあるならここのラウンジを使ってみるのもありかなというふうに思います。こっちの方が明るかったりして、あと窓もあって外が綺麗に見えるんで、まあ、開放感あって、まあ、総合的に見てもおすすめかなというふうに思います。まあ、とはいえ3時間しか使うことができないんで、まあ、長い取り次ぎだったり何度も使いたいみたいなパターンだと、あっちのエバコブのスターラウンジの方がいいかなというふうに思います。ではあと1時間ぐらいでもうフライトになってしまうので、そろそろ準備をしてですね、ゲートの方に向かっていきたいと思います。どっから降りれるんだ、そっから降りれるね。 C こっちだね。 C の字、さっきの。最後通知广播。 C の10はロングですね。そうだね、下に降りて待ってみよう。200円くらい使って LINE Pay の使い方を覚えてみて。ほんとそう。下に自販機あるじゃん。え、おー、え、自販機見えた、うん、うわ、ほんとだ、下に自販機あったんだ、まあ、時間広っ、広っ、うん、どういう申し訳があるんだね、うん、また買う、ラインペイ、ラインペイ使えないんじゃないそれ、うん、ほらほらほら、現在邀请座位在第二区的旅客，由于右手边的登机口登机，谢谢。Now we invite passengers sitting in zone 2. Zone 2になってる。Zone 2になってるね。登机时请手持托盘。はい、ということで、ゲートに着きました。途中で自販機で飲み物を買ってたりしたら、もう来たら搭乗が始まってますね。9時40分ぐらいです。このまま定刻で出そうですかね。じゃあちょっとこれから搭乗始まってるんで、このまま搭乗して、いきたいと思います。38列にした気がする。なんか330ですね。242座席で通路が2つのパターンになります。で、2列の席の一番後ろなんで、
若干ちょっと圧迫感があって、ここ窓がなくて圧迫感があるんですけど、座席としましては来る時のボーイング787よりちょっと古くって、パネルが小さいのとコントローラーリモコンがあるのでちょっと古いパターンですね。あと USB と、まあ、ケーブルと安全のしおりと飛行機酔いの袋ですね。機内紙はなくて携帯でつないでくださいっていう機内 Wi-Fi の案内ですね。あとここにもコンセントが、普通のコンセントがあります。で日本から来た便よりは少し空いてそうですね。ちょっと空いてそうじゃないかな。そうだね、ね、うん、もしかしたらここいないかも。行ったら動き出したらあっち行ったら、ね、で4つ席倒して寝てな、はい、まあ、寝なかったらまあ寝れるっちゃ寝る。シートベルトだけしてるよ、まあ、なんで少し空いてるかなというふうに思います。フライト自体は5時間15分、台湾に来るよりも長いですね。中距離っていう感じのフライト時間だと思います。まあ、台湾の天気は少し曇ってるんでもしかしたら入れるかもしれないですけれど、パリに近づくとそれこそ雨季なんで、まあ、どんなフライトになるのか、まあ、予定通り着けばいいですけれど、まあ、着いた後は迎えが来てるんでそれによってホテルに向かう感じになります。でバリには4泊します。で帰りもまた台湾に戻ってきて、日本、台湾経由で日本なんですけれども、帰りの台湾は、入国して少し台湾を観光してから日本に戻ろうかなというふうに思います。その動画もまたこの後別の動画で上がると思うので、どちらもご覧いただけたらと思います。じゃあちょっと離陸までこのまま待ちたいと思います。待ちたいと思います。
be better. Okay. Sprite. Sprite. Thank you. フィッシュにしたのね、ちゃんと。フライかな、白身魚とかのフライかな。ジャガイモ、こっちは茹でたやつで、こっちがビーフの炒め物でブラックペッパー味かな。で、鶏肉とキュウリとかの和え物ですね。これはなんだろうね、ケーキ、ストロベリーっぽいね、ストロベリーケーキ。マックスプライト。めっちゃ効いてる。新品開けてた。パサールがここになります。まだあと4時間ぐらいかかるみたいですね。4時間ぐらいかかるんで、まあ、映画見たり本読んだりして、のんびり過ごそうかなと思います。バゴークの料理、日本から台北もこのブラックペッパーの牛肉にしたんですけれど、ちょっとしょっぱい感はありますが、非常に美味しくて全部平らげ美味しそう。白いご飯がなかったんで、それだけちょっと物足りなかったんですけど、まあまあでも一通り食べたのが弁解になったので、でまあ良かったかなと思います。で今ですね、ベルト着用サインが少し前に出ました。今日は揺れないかなと思ったんですけど、ちょっと雲の中に入ってまして、ね。こんな感じでちょっと薄い雲の中に入ってるんで揺れている感じですね。まあ、トイレに行ったりはみんなしてるんですけれど、中ベルト着用サインで出て、たまにちょっと大きめに揺れるみたいな感じになってます。じゃああと4時間あるんで、もう少しゆっくりしたいと思います。はい、ということで今フィリピンを越えたあたりであと3時間くらいはあるんですけれど、結構揺れ出しましたね。
まあ、このまま順調に着陸してくれるだろうというふうに思っています。32分、今3時2分ということなんで、到着予定時刻は3時半ですね。で、着いた後は、インドネシアに入国するためには、2つ必要なものがあります。で、1つがビザです。昔は日本人はインドネシアに入国する際にビザは必要なかったんですけれども、なんですが、到着時にビザを取ることができる、ビザもアライバルということで VOA と通称と呼ばれるんですけれど、この VOA を到着時に取る必要があります。でもしくはこの VOA を事前にインターネットで申請して取ることもできます。で、今回僕はインターネットで VOA を申請して事前に取得しているので、この EVOA というのを事前に取得済みです。なので、まあ、到着時に申請してもいいんですけれど、まあ、バタバタしそうなんで事前に VOA を申請しておくのがいいかなと思います。で、この申請したものをプリントアウトして持っておけば、入国できるという感じになっております。それとは別に必要なのが、まあ、携行品だったり免税の、まあ、税関の申告書といったものになっています。これも事前にインターネットで、登録することができるので、それも事前に済ませています。この2つが、必要になります。で、これではないとスムーズに入国することができないので、まあ、インドネシアに入国する、バリに入国する際は、これを忘れずに申請事前にしておくのがいいかなというふうに思います。到着後は、ホテルにお願いをしてピックアップ、迎えをお願いします。で、おそらく、ゴールデンバードのタクシー会社にお願いされていると思います。このゴールデンバードっていうのはインドネシア、まあ、パリだったりジャカルタだったりインドネシアを代表する、ハイヤー、日本でいうハイヤーの会社になります。で、ブルーバードっていうのがありまして、このブルーバードはタクシーの会社になります。なので、事前にメールでホテルにお願いをして、ホテルから、受付カウンターみたいなところに行ってくださいねっていう案内が来てたので、そこに行きたいと思います。その案内先が、ゴールデンバード、もしくは、ホテルのピックアップ窓口みたいなものがあるっていうふうに書いてあったんですけれど、まあ、そのどちらかに行ってくださいって書いてあったんで、おそらくこのゴールデンバードが実際に送り迎えをしてくださるんだと思います。で、料金自体はゴールデンバードにそれまで払うというわけではなくて、ホテルのフロントに払ってくださいということだったので、まあ、インドネシアであるあるのぼったくりですね。もしウンちゃんが行ってきたらそれは違うということなので、ね、一切お金はウンちゃんには払わないというような形になります。で、グラブなんですけれど、グラブは今はもうバリの空港に置くことができるみたいです。昔は空港の中に入れさせないとというような感じで地元のタクシー会社が反対したみたいなんですけれど、もう今は呼ぶことができるみたいです。その代わりグラブ専用のピックアップポイントがあって、そこに呼ばなきゃいけないという形らしいです。そのグラブ自体も結構ぼったくりがあるみたいで、なんか特別な料金が必要だみたいなことをちゃんが言ってくるとか、言ってこないとかっていうブログも見つけたりしたので、まあ、実際グラブを利用するっていうパターンもあるとは思うんですけれども、まあ、その際はぼったくりに注意していただけたらと思います。僕たちは今回このゴールデンバードホテルにお願いしたピックアップなので、このゴールデンバードに乗ってホテルに直行してチェックインをするというような流れになります。本当、バリはぼったくりだったり、ふっかけられたりっていうのが多いので、そこだけ注意していただけたらと。あと、まあ、あっちの人から声をかけてくれるトランスポートの送迎だったり、でタクシーの運ちゃんっていうのは白タクだったりっていうのも多いので、まあ、そのあたり注意しながら行けたらなと思います。バリは結構シンガポールに住んでる時にたくさん来てたんで、まあ、慣れてはいるものの、結構久々のバリなんで、3年ぶり、4年ぶりのバリなんで、まあ、ちょっとそのあたり気をつけつつ、バリの旅行を楽しんでいきたいと思います。じゃあもうあと30分弱、20分、25分ぐらいで着陸だと思うので、着陸を待ちたいと思います。
着してからものすごくゆっくり駐機場に向かっているので、駐機場が混んでるのかもしれないですね。まあ、パリは滑走路一つだけで、ね、駐機場もそんな数が多くないので、ね、到着便が重なると結構待つことは多々ある。まあ、もう少し時間かかるかもしれませんけど、待って飛行機を降りていきたいと思います。無事に荷物は届いてるかな。17時間台湾にいたからね。おお、着いた瞬間、暑いね。東南アジアって感じの天気だ。はい、ということで、無事着陸して飛行機を降りました。これからイミグレーションに向かって入国をして、で、荷物をピックアップするというような流れになります。昔は結構混んでることが多かったんで、まあどうでしょう、行ってみてっていう感じではあるんですけど、とりあえず、イミグレーションの方に向かって、歩いていきたいと思います。パリっぽいね。こんなになってなかったよ。こんなおしゃれじゃなかったよ。なんかもっとね、巨大な会議室っていうような感じだった。暑いね。俺脱いでよかったわ。はい、ということで、無事入国できました。まさかの直前で気づいたんですけど、税関申告の登録をネットで多分僕やってなくて、あ、回ってきてる、あれ違う、やってきてなくて、違うんだ、あ、別の人、ボコボコだった。最後までご覧いただきありがとうございます。僕のチャンネルでは旅行のこととか飛行機のこと、あとは海外のこととかをアップしているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をして次回の動画も楽しみにしていてください。またインスタグラムの方ではよりプライベートな様子やリアルタイムな旅行の様子をアップしています。フォローしてチェックしてみてください。さらにさらに海外旅行のお得情報、お役立ち情報を公式ブログにまとめていますので、そちらも概要欄からチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。